こんにちは、サジです。今日はあのマスクアクセサリー、マスクチャームを作ろうと思って、あの材料を100均でちょっと揃えてみました。っていうのもあのアクセサリーの、あのパーツ、ん今アベイルっていう服屋さんの初めて行ったので購入品動画を今撮ってたんですけど、タグ見えてましたね。これコンバースのこれ買いました。他にも買って、はい、あ、流行ってるっていうか出だしてるみたいなんですけど、ここら辺につけたり、ここにアクセサリー引っ掛けたりみたいなのが今出てるみたいです。で、私はなんかこことかにつけるよりは、あのピアスつけてて、マスクして取るとき忘れてピッてなって、ピアスっていうか耳すごい痛くなったりとか、ピアス飛んでったりすることがあって、なんでマスクのここ後ろにチャームをつけたら、まあ、ピアスとかイヤリングしてる風に見えるかなと思って、そんな感じのものをちょっと作ろうかと思います。で、あの買ってきたものとすぐ作ろうと思ったんですけど、なんとダイソーさんすごくって、本当はこれをこのこういうシリーズ、ハニカンって言ってネックレスの留め具みたいのを、持ってるパーツだけだと数が多分少ないのであるかなと思って見に行ったんですよ、こういうの。そしたらなんとピアスとかあのイヤリング作る材料がすごい増えてて、テンション上がって山ほど買ってきちゃったんですね。48点ぐらい買っちゃったんですよなんで、あのちょっと今日はそれ作るためのものの買ってきた購入品紹介にしようと思います。この後あの作ろうと思います。このハニカン、マルカン、アジャスターセットっていう、このカニ缶だけあればよかったんですけど、私の見る限り売り切れだったのかもしれないんですけど、この丸缶っていうこのパーツとアジャスターが一緒に入ってるんですけど、これしかなかったのでこれを買いました。で、カニ缶はこれ多分6個、カニ缶が6個で、マスク両サイドにつけるので1個につき2個使うので3個分っていう感じです。で、一応ゴールドとシルバーを買ったんですけど、ストラップ用のカニ缶だと10個入っていて、で、紐がついてる、せっかくなんか作ってあるやつ申し訳ないんですけど、この先だけ使おうかなと思って、そうするとマスク5個分作れるから、これはゴールドとシルバーが混ざっていて5個ずつ入ってます。こっちはゴールドばっかりで、この、ま、先だけ使おうかなと思ってこれ買ってみました。ここはこれだけ買おうと思って行ったんですけど、なんとパーツが商材屋さんに売ってるような、私はピアスの代わりみたいなイメージでマスクつけてここに引っ掛けたらピアスに見えるかなと思って、ここに引っ掛けとけばマスク取った時もあの耳痛くならないんで、ここにどなたでもつけれるように。で、これとか普通の商材屋さんで昔見てって買ったことがあって、これはダイソーさんで、今日見せるのはダイソーさんで買ったものだけにします。で、自分が持ってるパーツも使えるものは使って作っていこうと思うんですけど、あのいっぱい使えそうなのがあったので、組み合わせはちょっと変える可能性もあるんですけど、これとか、これ私めっちゃタイプとか、このこんな感じとか、ちょっといっぱい買ったんでサクサクいきますね。これもめっちゃタイプ、ぶる下げるタイプでなみなみになってるやつなんですけど、
私が自分で使おうと思って買ったんですけど、このまっすぐなのとかこの波打ってるやつ、これは絶対にうち母とか妹がいて、あとおばあも私が作った今まで作ったアクセサリーとかズパゲッティの動画も出してるんですけど、そういう作ったものすごい気に入ってくれて、いつも欲しいって言ってくれるので、それ用に絶対に私がこれ使い欲しいなと思っても妹か母とかがこれいいって言って取られそうなので2個買いました。リングパーツ、これもこの大きさが違う丸が見えますかね、入ってて、あ、これ2つ買ったんでこうやってばらけてるんですけど、これとこれをセットで1個こう重ねてつけてもいいし、ぶる下げてもいいのかな。これも絶対にあの誰かしらが欲しいって言うと思うんで、これの種類が四角もあって、これも私好き、妹は絶対ピンクがいいって言うと思うんでピンク。私はこんなに種類なかったんですよ、あのステイホームとかなんでこういうの増えたんですかね。私は妹か、あと姪っ子が6歳でいるので、ママとかがやってると絶対欲しいって言うんで姪っ子用に買いました。あとはこういうパーツ、これも絶対可愛いですよね。あとはなんか石のタイプとか、これいっぱい入ってるんですけど、アクリルパーツの別光調っていうやつ、これもなんか夏なんで涼しげでいいかと思って買ってみました。もともとピアスを作るピアスとのセットがあったので、これもちょっと買ってみました。パーツもありました。これは完全にあの組み合わせて使うタイプなので、こういうパーツでこの飾りじゃなくてこういう棒みたいなやつがあるんですよ、これに通してぶる下げたりとかしたら可愛いかなと思って買いました。そのパーツ自体も100均では売ってたんですけど、私持ってたんでちょっと買ってくればよかったんですけど、こういうやつの作る時にちょっと用意してみせますね。100均でも同じようなの売ってたんで、あの姪っ子とかが好きそうなこんな感じを組み合わせてもいいし、なんか色がちょっと濃いめ薄め、あと白みたいな感じで赤系黄色系ブルー系っていう風に入ってるので組み合わせもしやすいですね。ちょっとこれはおもちゃっぽい感じがするので子供行きになると思うんですけど、あの4歳の甥っ子もいて、あのお姉ちゃんいるじゃないですか。で私たちもそういうのやってると絶対にやりたいっていうのは、男の子なんでちょっとピアス風じゃないけどちょっとつけられるって、マスクも外すとあのこれ誰のみたいになると思うんで、その自分のって分かるようにとかつければいいかなと思ってブルーも買いました。すごいティーちゃんのこれイヤリングに、あのイヤリングこういう作ったりするの苦手な方は出来合いのイヤリング、これはダイソーさんで見て、ダイソーさんの中ではちょっと私が数がやっぱりちょっと少なかったり、あの自分がつけたいのなかったので姪っ子用に買ったんですけど、別に100均じゃなくてもあのピアスとかイヤリングとかで、でここが丸カンで外せるやつの方があのいいと思うんですけど、ここの留め具だけをこれにカニカンに変えるだけで作れちゃうので、こういう出来合いのものもいっぱい可愛いの、普通に買ってきたものを先だけ変えるっていうのも手だと思います、すごい苦手な方だったら。そしたらパーツ1個しかあの変えなくて済むので、これも作ろうと思います。もしかしたらと思って、あの金属のパーツでつなぐか、もしくはテグス、どっちがいいかなと思って、でテグスは持ってなかったので一応買ってきました。丸カン開けてパーツつけるときにペンチみたいなのが必要になるんですけど、一応ダイソーさんでは丸カンペンチみたいなのが300円でありました。私は、まあ、100均のじゃないんですけど持ってたのでそれも買ってこなかったんですけど、あの左右その
ペンチみたいのが両手必要になってくるので2個必要だと思うんですけど、600円で買えるので、それで丸カンを開けて、こういうパーツ好きなのを組んでもいいし、出来合いのものの上だけ変えてもいいしっていう感じで作っていこうと思います。こんなクリアケースこれ見つけて可愛いんで買っちゃいました。このパーツたちを入れておこうかなって思うんですけど、姪っ子とか甥っ子に見られたら完全に取られそうなんですけど、可愛いんで買っちゃいました。パーツはそのぐらいですかね。あとはなんかカバンを直に置かないでテーブルに引っ掛けられるっていうのがあったんで、これも買ってみました。 IKEA で売ってそうですよね。300円商品だったんですけど、これの種類で、あと全部がちょっと薄い茶色みたいなやつと、ここのナチュラル系のやつが4つになってるのと、このセット、この間その別の色のやつを2つ先に買って、めっこといこが七五三だったので、そういうの入れたり、れいちゃんの写真を入れようかと思って買ってみました。あとはお菓子とか梅干しちょっと開けちゃったんですけど、お菓子とかもいっぱいあるんで、ついラーメンのちっちゃいのと豚麺、懐かしいですね。これ豚骨赤、普通赤のやつが良かったんですけど、売り切れだったので、炭塩味にしてみました。これ美味しいですよね。カップラーメンとか良くないかもしれないんですけど、おやつに買っちゃいました。はい、っていうことで、テンション上がっていっぱい買いすぎちゃったんですけど、こういう作る動画すぐアップしようと思います。こんな感じで、結構マスク暑いですよね。こんな感じで作ろうと思います。ピアス風のアクセサリーを作っていこうと思うので、はい、今日はすいません、購入品だけになります。では次作る動画で会いましょう。